ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。どこから突っ込めばいいの？この画像情報量多すぎ。ってのを見ていくぞ。現時点では引くぐらい情報量少ないけどな。まずは奥で警察が揉めてるでしょ？警官後ろにタキシード姿で写真撮ってる時点でそこそこカオスよ。そして逆サイドでは超軽車駐車してるし。いやこれどういう状況？そして左手には、ミシンだ。一番意味わからないもの来ちゃったよ。という感じで、情報量多すぎる画像を見ていこうぜ。改めて見るとマジでカオス。一部コラ画像も含むけど、多めに見てくれたら嬉しいんだぜ。背景がコラ画像の中でも上位の意味のわからなさなのよ。というわけで前置きは終わり。それでは本編行こう。まず最初はこちら。目が完全に閉じてるのがすでにいい味出してますねー。それじゃあ一つずつ行くぞ。まずは転んじゃったおばあちゃん。大丈夫ですかおばあちゃーん。そして何事もないかのように歩いていく犬。何この切なすぎる瞬間。そして女の子のピースで完成だ。違う、それピースと違う。これぞ田舎で起きた奇跡の瞬間だな。これはなかなかポイント高いですねー。さてさてお次は3段階構造。マジ髪の毛もふさもさのおじさんが道端で魚をぶちまけ。待ってこの時点ですでにヤバいから。そして魚をぶちまける先がスーツを着たおっちゃんで。マジでどういう状況。そしてそんな異様な光景を超ファンキーなおじさんが見つめているんだな。ものすごい楽しそうな笑顔。新宿の一角で起きた奇跡でした。なんでこうなったかマジで知りたいでござる。次は見たことがある人も多いかもしれないこちらの画像。現状何の画像か全くわからないんですけど。これは農協支店立てこもり事件の映像中の画像で、こうすればわかる人もいるのでは。あ、この可愛すぎる人見たことある。この綺麗な人に目が行きがちだが、後ろでは消防士が涙を流してるし。事件の裏側で男の熱い青春が繰り広げられてたの。そしてど真ん中には名探偵の風格の女性がいるぞ。今この事件の犯人推理してるだろ。ニュース番組で流れたすごい瞬間であった。ごめん、真ん中にしか目がいかねえ。映像だとさらに風格が際立つぞ。ずっと眺めてられるわこれ。続いて八甲前にて記念撮影をする人たち。ほう。の間で抵抗するおじさん。ツッコミポイント多いわ。まずあんた一体何をしたんだよ。でもう負け格だろこれ。そしてなんでこの状況でハチ公と写真撮れるの。何よりもこの写真撮ったやつすごすぎんだろ。それじゃあ次に行くけど、情報量多すぎて頭痛くなるから要注意な。え、マジで都会ってやべー。見ててマジで頭痛くなったので次に行くぞ。不満が詳しく知りたい人は頑張って調べてくれ。はてさてお次はセブンイレブンのコーヒーメーカーだ。物理的に情報量が多いよ。まあこれはコラ画像らしいんだけど、言うてもともと結構情報量は多いぞ。これ逆に間違えそう。文字だけで情報量が多いものだと他にも。果たして農薬を飲むと何が盗まれるのだろうか。農薬を飲んで死亡した。いきなり死んじゃったよ。美人インフルエンサー。最近の意識高い人農薬飲んでんの。転売目的で遺灰が盗まれる。いやマジで意味がわかんねえよ。普段の農薬を飲んだ美人インフルエンサーがこちらの方らしいんだけど。確かに美人な分もったいねえな。彼女の生まれた山西省では名婚という文化があってだな。ふむふむ。美人だったから転売目的で遺灰が盗まれたってわけだな。よくよく聞いてみると至極そのまま伝えていた分なのね。他にもインド人もびっくりしてる。こちらはスペイン人に聞いてみたところ、父はロシア人、母はドイツ人の、イタリア生まれブラジル育ちの日本国籍を持つフランス人、かっこイギリス人で、オーストラリア在住というまさにアメリカンな人物なんだぜ。この画像は何がしたいんだよ。似たようなものだとこんなのも。日本人は暇なのだろうか、それともバカなのだろうか。そんじゃ最後に海外編行ってみよう。このポリスは一体何に銃を向けているのだ。このポリスが相対しているのは中央に超掲げ、ズボンは履いてないのに、なぜか怪獣スリッパを履いてる青年だ。納得の不審者じゃねえかよ。その後、彼がどうなったかは誰も知る由もなかった。でも彼の表情から悲痛な叫びが聞こえなくもない。さてさてどんどん行こう。今度は車の写真か。あ、その車燃えてるよ。いきなり非日常すぎるだろ。でももっと非日常なのは、それを尻目にプールで泳ぐ子供と、のんきにくつろぐ親だな。まさしく対岸の火事。しかし海外感全開な一枚だな。というかこの子たちは犬なの？何なの？まあ海外らしさ全開というと、ぐっすり寝てる人の傍らに銃を持った毛髪爆発男と、え？片膝立ちでギターっぽい何かを弾くバンドマンと、ほえ？
あさっての方向を向きつつスイカを食うハンナがいるこの画像だな。何これちょっと楽しそう。まあ他にも頭の手術をしているさなか、写真撮影にピースで答える看護師に、手術のレベルの割に雰囲気軽くない？でも患者が手術を受けながらアコギ弾いてっからな。手術のレベルの割に雰囲気軽くない？これぞロックンロールだな。アコギ一本だけどな。そしてラストはファールボールに怯える観客たちの中で全然違う方向向いてるキッズ、長お構いなしに飯を食う女性、そして残念にバットが直撃するおじさんだった。バツで VC 感じゃねえか。このおじさんが無事であることを祈ってるんだぜ。怯える少年と飯を食う女性と顎でバットを受けるおじさんと。というわけで以上、情報量の多い画像でした。見てるだけで疲れるだろこれ。そして小手動的 MVP はゴルフのバッグをファイアーして、いやなんで、その炎でゴルフクラブに突き刺したワニを焼いている。マジでついていけねえ。エッチなお姉さんだ。左半分と右半分の情報の差がえぐいわ。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。